大阪市立安倍野小学校は、大阪府大阪市安倍野区にある公立小学校。安倍野区の中央部付近に位置し、道路を挟んで西側に運動場がある。東成郡天皇寺神社高等小学校及び、東成郡天皇寺第三尋常小学校から分離する形で、東成郡天皇寺第六尋常小学校として1923年7月23日に、 現在地に創立した。学校周辺は当時東成郡天王寺村に属していたが、1925年に天王寺村が大阪市に編入されたことに伴い、学校名を大阪市安倍の人常小学校に改称した。開校当初は人常化のみの設置だったが、1939年に高等化を併設した。高等化は、 現在の阿倍野区反乱町3丁目34番付近に分校を設置して授業を行っていた。高等科は1941年に阿部の小学校から分離し、高等科単独の国民学校、昭和国民学校として独立した。昭和国民学校は桃山学院通りに校舎を設置して本校とし、また従来の阿部の小学校高等科分校校舎も引き継いで、 昭和国民学校文校とした。しかし、昭和国民学校は学生改革により1947年に廃校となっている。旧昭和国民学校本校跡地は学生改革に伴って発足した大阪市立安倍の第一中学校の敷地に転用された。昭和中学校は1955年に現在地に移転し、その後旧昭和中学校。 昭和国民学校跡地に大阪市立安倍野中学校が開校している。地域の児童数の増加に伴って、従来の校区の一部を分離、再編し、1929年には大阪市長池尋常小学校、1940年には大阪市阪南尋常小学校、1951年には大阪市立縄城小学校が開校している。 また現在の西運動場には、大正時代には、天皇寺高等女学校があった。その後、私立阪南女学校となり、1948年より1952年まで、大阪私立阪南中学校が使用していた。ありがとうございます。